レディオザビーストリップシャープ142、今週はベースルイがお届けしていきます。はい、そんなこんなで早くもね、もう11月となりました。今年も残すところあと2ヶ月ですかね。そんな最中、僕はね、去年一昨年と比べて稼働もね結構増えてきたんで、それに伴い外に出る機会っていうのも多くなってきましたので、ここ数年でねすっかり薄れていってしまっていたファッションへの思い、こだわりがね、こうメラメラと再燃しつつあります。まあ再燃しています。いろんなファッションブランドのサイトを見たり、直接ねお店に足を運んでウィンドウショッピングなんかしながらね、こうニヤニヤして、まあたまにねこう気に入ったものをちょこちょこ買い足したりしながら、あと去年一昨年にねこう買ったけど着る機会がなかった服なんかもね引っ張り出してきて、そういう仕事でね出かけたりするたんびに、新しいコーディネートを組んではやれいいだの悪いだの、ね、一人で鏡の前でやっています。そんなねファッションの秋を存分にね堪能しております。これからの、ね、時期もいろいろ着れるもの多くなってくるんで、すごく楽しみにしております。はい、そんな日常を過ごしているルイです。そんな感じでね、今週もメールや質問等をいただいているので、たくさんね、それちらに答えていきたいなと思います。まずはね、毎週恒例になりつつあるお誕生日に関するメールをね今週もいただいているんで読ませていただきたいと思います。はい、ルイさんこんばんは。初めてお便りを送らせていただきます。13周年ライブお疲れ様でした。ルイさんの仮装とてもかっこよくてライブで見れて幸せでした。少し寂しいですが最後のゼップ東京公演に行けてよかったです。それから話は変わってしまいますが、13周年ライブ数日後誕生日を迎えたのですごくずうずうしいお願いではありますが、ルイさんからのおめでとうをいただければ嬉しいです。あとルイさんのバースデーも参加できる予定なので楽しみにしています。ラジオネームルイギャのゆなさんからいただきました。ありがとうございます。ゆなちゃん誕生日おめでとうございました。僕のね誕生日ライブにも来てくれるってことなので、その時はねおめでとう返しを心の中でねぐっと思っていてくれたら、僕もねテンション上がって最高のライブになると思うんで、ぜひぜひご協力よろしくお願いします。おめでとうございました。はい、続きましてラジオネームみひろくんから。お、みひろくん。リステップのお兄ちゃんたちこんばんは。最近はめっちゃ寒くて、朝はコーンスープ、夜のご飯の時は春雨スープで温かくしてこたつに潜るのが大好きです。僕はこの前修学旅行へ行ってきました。わさび農場や公園、諏訪湖の近くの旅館にみんなで泊まって楽しかったです。旅館のご飯が美味しくて4杯も食べました。お、すごいね。2日目は時計を作ったりニジマス養殖をするところに行ったりして楽しかったです。ビストリップのお兄ちゃんたちは修学旅行どこに行きましたか？何が思い出に残ってますか？あと11月4日に僕のお母さんのさゆみちゃんがお誕生日になります。11月のルイ兄ちゃんの誕生日ライブには僕も連れて行ってくれるようなので、ルイ兄ちゃんもお誕生日おめでとうございます。ですがさゆみちゃんも一緒にお誕生日お祝いしてほしいです。お母さんは好き、ルイ兄ちゃんは大好きです。お、かわいいですね、みひろくんより。はい、まずはさゆみちゃんお誕生日おめでとう。つい先日かな、ライブもね一緒に来てくれるそうなので、その時にね改めてまた一緒に僕とね合同でお互いにねおめでとうの気持ちを思い合いながら楽しいライブにしましょう。はい、そして修学旅行はね、僕が一番思い出に残ってる修学旅行は、高校2年生の時の韓国ですね。そのね1年前ぐらいにね、僕個人的に韓国に、まあ、2週間だけなんだけど交換留学をしていて、その時にねお世話になったお家の同年代の学生がね、その修学旅行の時にね久々にわざわざ会いに来てくれたんですよ、僕に。いや、なんかそれで2人で遊んできていいよって学校側からもね許可が出て、久々な夜を過ごしたんですが、すごいねそういう思いが嬉しくてね、一番思い出に残ってますね。もう最近ではね、まあ、最近ではというかここ十数年ね連絡取れてないですが、元気にしてとかな、元気だといいなね。そんな素敵な思い出がある修学旅行話でした。はい、続きましてこちら、韓国つながりでね、なんと韓国の方からメールいただいたんで、読ませていただきます。ルイさんこんばんは。僕は今月から新しいところで働きます。先月には焼き鳥の店長をしていたお店が閉店になってしまって転職になりました。
すごく寒いところで働くので、ルイさんの優しい声とエネルギーをいただいて頑張りたいです。すごく覚悟を持たないといけないし、なれるかどうか、男性だけど男性らしくないのは恥ずかしいですね、ということで、ギョンさんからいただきました。あれだよね、あの前のオンラインサイン会の時にもね、メッセージくれてましたよね、ありがとうね。あのこうやって海を越えてね、応援してもらってるっていうのはまたね、ちょっと特別な感じがしてすごく嬉しいですよね。ありがとう。新しいところで働くっていうのはね、まあなかなかこう不安になることもねあると思うんですが、まあ、僕もねこうギョンさんのことを海を越えて応援してるので、あのしっかりね頑張ってください。寒いところでってことなんで、風邪などにはね十分気をつけながらね、元気に頑張っていただけると僕も元気に頑張れます。頑張ってね。はい、続きまして、ルイさんこんにちは。ナンバーナインに収録されているミミックの残骸はデモの段階では CD に収録されているものよりテンポが速く、制作していく過程でバラードになったということですが、これまでの曲でルイさんが最初の頃に変わったなと感じた他の曲はありますか、ということで、そうなんですよ、あのミミックの残骸はね、もともとはアップテンポのすごいポップスだったんだけど、あの制作過程でこうバラードにした方がいいんじゃないかっていう話が出てね、今の形になっているんですが、まあ、他にもね結構多々あって、まあ、ミミックほど変わった曲はないのかもしれないけど、例えばドロップノートなんかもレコーディング1回撮って撮り直したんだけど、サビのメロディーなんかももう7割8割変わったし、元のものより。あとは海ちゃん作曲の曲なんかは結構バンドでメンバー全員でこうアレンジしたりして変わっていくものも多いですね。あのネクストとかチャプタースクとか、なんかこう一番バンド色が強くなるというか、みんなでこうアレンジしていく感じがね、すごくなんだろうね、どんどんこう肉付けされていく感じがすごくね、やっぱやっててやりがいがあるなと思います。あとオーダーメイドなんかも、もともとはこう別々の曲、あのちゃんがね作ってきたデモ曲の A メロと僕が作ってたサビの曲のコード進行を合体させて、そこにトーラがメロディーを乗せてみたいな、なんかそんな感じでなんかこうみんなで作ってったりね、なんかいろいろありますよ15年もバンドやってるとね、こう変わっていったり、いろんな作り方があったりね、なんかそんなのもあ、こうやってできたんだって知った上でね、また違う視点から聞いてもらったりしたら、また違う聞こえ方してきたりもするかもしれないんで、ぜひぜひ改めてね聞いてみてください。ラジオネーム千佳さん、メールありがとうございました。続きまして、ラジオネームあゆみのすけさんからいただきました。新アルバムについて話せる範囲で何かあれば教えてくださいってことなんですが、まだねこう選曲しきってないというか、今はまだこうみんながね作ってきたデモから、あこの曲とこの曲とこの曲いいかもねぐらいの状況なんで、まあ、まだ何も決まってないっちゃ決まってないんですが、でもなんかその感じを見ていてね、個人的にはこうまた最高のアルバムになる予感がプンプンしています。いい感じなんじゃないかなって思ってます。あの個人的にもね、こう自分が作った曲なんかもこう作ってた時期がコロナ禍で時間ある時だったりしたからね、結構なんだろう、練りに練れたし、あとこう今までねやってこなかったようなニュアンスなんかもこう新たに取り入れてみたりしてたりして、まあ、まだそれがね本採用になるかどうかはちょっとねまだわからないだけどね、あの最高のアルバムをねしっかりお届けするんで、もうちょっと待っていてください。はい、こんな感じで続きまして、ラジオネームレイラちゃんからいただきました。ルイくんのターンが嬉しいのでお便りじゃんじゃん失礼します。13周年ゼップお疲れ様でした。次回はルイが大興奮、星様ルイくんバースデーです。そんなバースデー間近のルイくんに質問です。ケーキは何味が一番好きですか？15日は私もケーキを買ってしまおうと思ってます。そしてバースデーとは全く
く関係なく迷っているのでお主様にお願いしたいです。ヘアカラーアッシュ系とブラウン系だったらどっちがいいと思いますか。るいくんの直感でぜひ決めてください。迷わずるいくんのチョイスにしたいです。ってことで、まずねケーキは僕はこう王道は王道ショートケーキ、いちごのね、もう一番やっぱ美味しいんじゃないかな。生クリームの甘みといちごの酸味の相性はねやっぱこう何物にも勝てないんじゃないかなって思いますね。またこう色もねこう白に赤って一番映える配色ですよねもうただねいろんな意見はあると思いますが、僕はね子供の頃からもショートケーキが大好き、もう不動の1位です。第2位はあのちょっと甘めのチョコレートケーキですね。はい、髪色アッシュ系かブラウンで悩んでるってことなんですが、まあ秋なんでね、秋といったら僕は直感的に茶色かなブラウン系かなって思うんで、迷わず僕のチョイスに従うってことなんで、ぜひぜひブラウン系にしてください。はい、続きましてラジオネームキャナちゃんからいただきました。おりさまゼップ東京最高でした。ラッツに小漬けで挑んだら胸にあざができました、それぐらい全力で楽しめました。そうですね、なかなかこう重みがあるのでね、バシバシあのジャンプとかして当たったらちょっとなっちゃうのかな、大丈夫でしょうか、なんかごめんねはい、ルアンの新作もおしゃれでかっこよかったです。早くまたたくさんお揃いにしますね、商品への要望ではないのですが、ルアンでアフターサポートを始めていただけないでしょうか。万が一のことがあったとききちんとプロにお直ししていただけると安心だなと思っております。よろしければご検討お願いしますってことなんですが、基本的にはもちろんしっかり壊れたりしないようにね、しっかりこう入念なチェックをしながらね、もう長い期間をかけてこう作ってるんですけど、まあ万が一ねそうやって例えばじゃあチェーン引っ掛けて切れちゃったとか、なんかまあそういうこともあったりもすると思うんで、ちゃんとねこうサポート窓口っていうかオンラインストアから あのサポートメールだったりとか、あとオフィシャルアカウント SNS のねオフィシャルアカウントからのダイレクトメールとかで問い合わせしてもらえれば、そのものによっての優勝にはなっちゃうんですけど、あの実品にね修理代実品にはなっちゃうんですけど、ちゃんとねお直しして再度お届けするっていうねサポートはさせていただいてます、させていただくつもりです。だからねもし何かあった時にはそこからねこう壊れちゃったよって問い合わせしてもらえればしっかりとね対応させていただくんで安心してください。はい、そんな感じで今回も他にもねたくさんメールありがとうございました。今後のお知らせですが、まず14日に ZEP 羽田でアルルカン主催のライブがあります。久々の対バンイベント、そして初めての ZEP 羽田なんでね、たくさんねこう盛り上げ応援の方よろしくお願いします。そして、20日にねなんといってもこう我らがルイのお待たせしましたっていう感じの、バスでライブがありますので、そちらもね来ていただける方はもう盛大なお祝いとね鳴り止まぬ拍手をよろしくお願いします。そしてね、個人的なお知らせにはなってしまうんですが、明日7日のね夜9時からルアンのインスタグラムの公式アカウントの方から、そのルアンのね新作、シャープ2ニックスについての、まあ、商品こんなのできたよなんてのを見せながら、こう詳細なんかをねこういろいろみんなのコメントとかとやり取りしながらやるインスタライブを配信します。ぜひね見てください。たくさんの方にこう僕のねまた今回こだわって作った作品たちをね見ていただきたいんで、ぜひぜひ見に来てください。前回はね見れなかったって人が多かったのでね、コンパクトにこう編集し直してアーカイブ少しだけ残したんですが、まあ、今回はもう残さないつもりでいますので、ぜひなるべくっていうか絶対にこう生で興味ある人はね見てください。撮れ高によってはもしかしたらね残すかもしれないですけど、面白いところがあったらね、基本的には残さないつもりでいるんで、ぜひぜひ9時から1時間ほどお時間かけておいていただいて、その時間を過ごせたらいいなと思います。よろしくお願いします。そんな感じで次回の MC はともくんにお願いしたいなと思います。ともくんへの質問やメールじゃんじゃん送ってください。
はい、そんな感じでルイがお届けしました。ありがとうございました。